こんにちは。モーシュでは現代の下のテントがどのように見えるべきかを考えました。それは高品質で信頼性の高いものでなければなりません。広くてコンパクト、これらの条件を念頭に置いてモルシュのマーキーを紹介しよう。ベストなったのは移動仕草モルシューマックスで、その性能が実証された信頼性の高い高品質のジュラルミン紙フレームだ。テントはオックスフォード未白紙地ファブリック紙で破水加工が示されている。テントの作成には大きなパノラマ章があり、文章で払われている。作動には加点もあり、悪天候の場合は過労を占めることができる。加点回避はファスナー時、サイドパネルの重要には大きな TPU フィルムの像がある。薪のタンの毛にジッパーの入り口がある。大きなパノラマザポがあり、その横には文章とか点がある。そのすぐ上に陶器口がある。しかしこれは単なるテントではなく移動時サウナでもある。そのためにストーブパイプ用のセクションを用意した。つまりワシュたちは薪の中にいて、その大きさはスメトルクスにスメトルで、面積はキヘオボトメトルに相当する。このテントの収容人数は竜ハリンです。薪の内側でウィンドウを閉じることができます。収納ネットがある。またテントには空間を2つに仕切るパーティションがついてる。テントを移動しサウナとして使うなら、これはとても便利だ。仕切り傘は別ポケットに収納。ご覧の通り、このパーティションは非常に簡単で、すぐにインストールできる。反対側には換気口と文章付きの大きなパノラマ像があり、この彼は取り外して天蓋として使うこともできる。フレーム付きのテント全体が一つのバッグに収まります。例えば、他のメーカーから同様のサイズのテントを持ってきました。ご覧の通り、このテントはかなり大きいです。彼は日よけ付きの別のバッグ、別のフレームを持っています。ワルルス巻きはフレームと巻き本体が一つのコンパクトなバッグに収まる。要約すると、このテントは本当に魔能であることが分かった。真下のテントであり、観光用テントであり、下の移動風呂でもある。信頼性が高く、清涼でコンパクト。このテントを購入するには説明文中のリンクをクリックしてください。